はい、ゴスケアです。やっほー。今回も、もう今週はっていうか、ここ7回連続で雑談だらけの動画の、今回は第4回です。はい、ってな感じで始めます。はい、ってな感じでね、ようやくね、皮を触ります。はい。なんかこの辺いっぱい紙がありますけど、今回はね、ニウメンです。ニウメン、ニウメン、ニウメン、なんて書いてあったっけな。ひらがなで書いてあったんだよ、ニウメン。関東の人はね、馴染みがないんだろうな、あんまり。コンビニのお吸い物っていうか、フリーズドライのお吸い物、四角いさ、ピッて袋を開けて四角いフリーズドライのお湯注ぐと出来上がるやつのお味噌汁シリーズの中にニウメンっていうのがあったよ。うん、それは食べたことある。でも本格的にちゃんと作ったものって食べたことがなくって、そうそう、ね、先日からやってる京都の食べ物シリーズなんだけど、ニウメン定食っていうのがあったので食べてみたのよ。これがさ、やっぱり、関西の人が関東に来て、お蕎麦を頼むと、うわ、何この濃いのって思うらしいやんね。色が濃い。逆に僕らが向こう行って食べると、うわ、薄って思うんだよね。うわ、薄って。こんな色が薄くてこれ大丈夫なんかいって思うんですよ。味するのかなって。なんかお湯じゃんみたいな。決してそんなことないんだけど、ちゃんと食べれば、お出汁が効いてるんで、全然。で、聞く話によると塩分濃度は関西の方が高いって聞いたことがあるけど、どうなんでしょうね。関東の方が色は濃いけど塩分濃度は薄いっていうのは聞いたことがあるけど、平均値だよ。うん、多分だけどね。知らんけどね。そう、ニューメン定食。ニューメンね。あ、違う。これあれからだ。小葉は処理してあるけど、麺を入れてねえんだな、まだ。麺を入れてねえな。こっちは入ってるな。麺ですね。麺やりましょう。はい。何か音を拾えるわけでもないと思うんだけど、なんとなくこんなアングルです。あれ、ジボって音を拾おうと思ったんですが、拾わせようと思ったんですが、日本語って難しいね。そう、ニューメン定食ってさ、ご飯がついてんのよ。合わねえと思うんだけど、一緒におかずもつけてくれるんで、それで食べれるんですけどね。ああ。きます。この音がいいよな、ジッポだな。ジボっていうね。よいしょ。あれは京都というより関西の人がよく食べるんだろうね。で、こっちで食べるのはお味噌汁だったんだけど、色は薄いけど、何だし？かつおだしなんだろうな。それに、昆布とかわかめとかが入ってて、まあ、シンプルで優しい味で嫌いじゃないなと思いましたね。まあね、沖縄行ったら、そうめん炒めて食ったりしますからね、そうめんチャンプルなんつってね。ビーフンも、こっちじゃあんまりメジャーじゃないしね。やっぱ、その地方その地方でいろんなメジャーな食べ物が違うのは面白いよね。で、関西かっていうか、京都はなのかわかんないけど、こっちは蕎麦屋さんは結構あるけど、うどん屋さんってあんまないのよ。
でもこういうとうどん屋さんの方が目につくよね。そうなんですよ。面白いなと思ってね。そうそう、そこのね、気に入っちゃって何度も何度も何度も滞在中は毎日お昼を食べに行ったんですけど、そんなことをしてるからすぐ店主が覚えてくれるというね。こんな感じで、縁がクッと色が濃くなるとなんか締まるでしょ。こんな感じとこんな感じ比べるとね。関東でもね、あの定食屋さんで味噌汁を何種類かある中から選んで、あとはおかず2品だといくら、3品だといくらみたいな。で、冷蔵庫にいっぱいいろんなおかずが入ってて、自分の好きなおかずを取って食べるみたいなスタイルの食堂ってあるけどね。そうなんです。まあ、今回の話はそんだけなんですけどね。なんかブログにそれはそんなこと、こんなことを書いたんで、その内容を喋ってみようかなみたいな感じです。今日はね、他にもね、その下書き分動画を撮らなきゃと思って、まあ別に動画がくっついてないブログでもいいと思うんだけど、せっかくね、今までずっとこう毎回ブログに動画がはっついてるんで、どうにかこうにかやってやろうなんて、思ってやってるわけでございます。この技法的なことは別にこれはもう何度もやってるものだし、特にただ直線だしテクニックが必要なものでもないし、この温度がぐらいなもんなんだけど、温度も皮によって違うし、ギリギリ触れるぐらいよりはちょっと低いかなぐらいだし。ちゃんと計測してないからわからないんだけど、そんな感じですかね。はい、こんな話はね、またちょっと続くんです。よいしょ。だからね、まあ続きの話もあるんでね、今回の動画はこんな風にサクッと終わろうと思います。また遊びに来てね。バイバイ。